たわ。クマです。護衛マラソンやっていこうと思います。お願いします。よろしくお願いします。このマスはクマもいます。どうもです。ちょっとマラソン時間がないんで、はい、副隊員とは別々の部屋になっちゃってますが、はい、ご了承ください。はい、ちなみにロンさん、うん、何 FK20 当たったよ。あ、マジで？あの FK20、 あ、マジで超いいじゃん。イベントもあってカプセル消費しても、うん、マジで60何回でなかなかいい。やるね。それはできない。ジャメフターンよ。あ、マジで一つ言っていい？シャドバ面白いんだけど、これ今めっちゃやってる。ネクロマンサーさ、戦績めっちゃいいんだけど。ちなみに、うん、うん、毎週、うん、うん、シャドバトーナメントを開きます。えー、何それ。偵察情報を伝送する。それ熊隊長の自己満トーナメントだ。ちなみにこの隊員強いからね。おい、強いよ結構。隊員じゃない、副隊員。あ、なんでそれ。なになに、リーダー誰？エルフ。エルフ？あ、ほんと強い。あの、エルフのプレミア。偵察情報を伝送する。プレミアってレジェンドのこと？なん、なに？エルフ。あ、ほんと。俺当たってないやつよね。ローズ2枚で。あ、ほんと。うん。え、けどそれ俺のネクロマンサーデッキに勝てるわけ？ちなみに、うん、フェアリー1体につき3ダメ与えてくる。フェアリー次第だけど、まあ、デッキ構成によるか。だから、フェアリーが手札に5枚あるとき、あ、リーダーだね。えぐいね。えぐいじゃん。えぐい。いや、けどまあ戦ってみてわかるみたいなとこあるからね。まあちなみに副隊員も今俺に連敗。あ、ほんと。けど俺さっきね、綺麗に決まったコンボがあって、なんか敵がね、あの、何かわかんないんだけど、あの、場に、あの、11のモンスターを5体出したんだよね。4体か、4体出したんだ。相手何？いや、何デッキか忘れたんだけど、とりあえず俺、リーダーだ。リーダー誰かも忘れたんだけど、俺の場のやつが、うん、あの、死んだ武器のラストワードが相手フォロワーに全1ダメージ与えてるやつで、これ自分で一番相手が確か44のやついたんだけど、44のやつに当たって死んだんだけど、ただ相手もその44のやつが3ダメ与えたから1になったよ、体力で。綺麗に5人全員が1になったから、体力、あの、ラストワードで全員死ぬっていう。5人全員1ダメで殺してやった。結構綺麗に。っていうかね、あの、体力20、相手が20で、俺体力2。そっから逆転した俺。まあ、ネクロ後半強いから。強いからね。俺2になった時にちょっと、あ、もう実況で、あ、あの、オツですぐらいな感じのテンションだったんだけど、そっからね、相手に失踪出されたら負けるけど、デッキ構成的にロイヤルじゃなくて、ビショップかどっかで、失踪なんてさ、ほぼほぼないじゃん、ギルガメッシュ以外。だから、ニュートラルギルガメッシュ以外いないから、ほぼほぼ、それ以外だったら勝てる勝てるって言って、失踪出ないでくれ出ないでくれってやったら、さっき勝った。それで。マジ超楽しかった、今、それで。という動画があるので、ぜひご覧くださいってやつ。マジで。結構ネクロマンサーいいわ。熊隊長のアドバイスのおかげでやったけど。いや、めっちゃいい。エルフより全然使いやすい。面白いね。超楽しい。ネクロさ、あの、必殺とか凝ってるやつもいるじゃん。いや、凝ってるし、しかもネクロマンスの使い方がさ、デッキ構成で絶妙で、うん、俺今までネクロマンス結構序盤に使ってたから、全然止まんなかったんだけど、20貯めたら失踪持ちでプラス10するやついるじゃん。そいつもデッキ構成に入れてんだけど、あの、さネクロマンス20なんかねえだろうと思ってたんだけど、その、あの、20対2の戦いの中で、ネクロマンス17まで止まった。可能性あんなと思った。レーフ入れても、あ、かもしん、なんか、なんかもう1個入れても面白いかもしんないけど、超楽しいね、ネクロマンス。やばい、ネクロマンスはやばいわ。
てかね、シャドバがやばい。シャドバ超楽しいわ、これ。これ今ね、なんかどっかで成績見れるっけ？プロフィールか。プロフィール。プロフィールで何勝したかっていうと今10勝。すごい。バトルポイント1277。それよりやってる。やってるやってる。多分ね、あのエルフでの5勝して、ネクロマンサーで、ネクロマンサー、ネクロマンサーで5勝。なんかエルフで5勝してる記憶ないんだけど、いつの間にか5勝してる。あれだよ。あの、これじゃないやつでやってみよう。やばい。あれでちょくちょく上がったしね。けど今でも勝利数10だし、さっきそれで結構いろいろと溜まってたから、スタンダードカードパックと、うん、なんだっけ、ルピで、はい、回したっけ、レジェンド2枚出たの確か。何なんだっけね、ネクロマンサーじゃなかったんだけど出た、なんか出たわ。あんま使わないやつ、ビショップとかなんかだった。なんかやたら今回ビショップ出てて、ネクロマンサーで出てよかったなと思ったのは、コスト1の、なんだっけ、コスト1のソウルコンバージョン。相手のフォロワー1体破壊してカード2枚引くやつ。これめっちゃ使いやすいなと思ってないけど、俺デッキに1枚もなくて、欲しいなと思ってたら、今回引いた。ソウルコン1枚だけ。いや、これブロンズじゃない？ブロンズ。ブロンズ駅と。まあそうだね。生成も520今エーテルあるから、なんかよくわかんないけど、エーテルで生成できるんでしょ？ソウルコンバーション一応今1枚あって、あ、生成50でいけんだ。うん。ブロンズ安い。安いね。まあいいわ別に。そんなそこまでカード2枚引くに重要性感じてないし。まあシャドバとりあえず面白いってことが伝わってくれればいいわ。いや、それこそいらないレジェンド分解して、うん、あのネクロのレジェンド取ったりする。いやまあね、そういうのもゆくゆくはやっていきたいんだけど、あの今はやる気が落ちてる。ちょっとあのエーテルは貯めときます。レッドエーテルって貯めとく、怖いもん。まあいつね、そう、9月何日アップデートやりました、これが強くなりますとかさ、コストが6から5になりますとかさ、平気であるじゃん。だからやだ。収穫祭っていう、あ、やっぱ読むか。アップしただからそういうのもあるからさ、やっぱゆくゆくのことを考えて貯めてるところで、とりあえず今俺はランクもやりまくってんだけど、やりまくってるってわけじゃないけどやってて、 D3 までいった。すごい。3500、 D3 じゃないか、あれなんだ、なんぼだ、あ、D0 だ、D0 だ。俺ビギナーさん、ビギナーさん、あ、今日1個じゃん、1個違いじゃん、ビギナーさん、1個違い。ビギナーさんだったら700から1199だって。で、D0 が1200から1949。だから俺はまあ今1277だから、もうあの D0 に上がったばっかりさ。格上やな。まあ格上やな。え、あのさ、ランクまで俺より強い。あ、いない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 、あんまりね、あんまりね。けどね、失踪持ちはね、やっぱね、ロイヤルってネット上でどうかわかんないけど、評価低いかもしんないけど、厄介だよ、失踪持ち。だってさ、あのさ、守護持って防ぎたいところだけど、守護持ちのデッキ構成するのってあんまいないじゃん。いないし、やっぱ守護持ちにするとその分、うん、減るしょ、なんか弱いから。弱いでしょ。うん、守り重視でさ、なんか弱気のデッキ構成じゃん、正直、守護は。弱気だし、攻撃も高くないから、相手に破壊できなくなる。それになんかスペルカードでやたらとさ、体力2とか3のやつはすぐ死にますとかさ、ドラゴンのやつとか持ってるじゃん。だからもう、あんま守護意味がなかったりするから、さっき俺バー埋めたんだよね。体力2のやつで2体か3体埋めて、相手0で、よっしゃいけんな、次お前の顔ぶったたいてやるぜと思ったら、なんか体力3のやつ全員死にますみたいなやつで、ピーってすぐ全員殺されたんだよ。何これ、何これ、あ、違う、フォロワーに8ダメージのやつだ。ビショップかなんかのやつで、あのコスト7か8なんだけど、出したらファンファーレで、あの相手のフォロワーに、全フォロワーに8ダメージ与えるってやつあって、いや、ほとんど全滅やんと思って、全滅させられたな。そいつにも勝った。裁かれちゃうんだよね。裁かれちゃう。けどね、裁かれたらこっちネクロマンサー強くなるから、だから17までいったし、最後は失踪持ちの、あのネクロマンス4使って失踪できるから。ああ、そうそうそう、それでね、あれはね、そう。あの、3枚。でしょ、3枚必須でしょ。あれ、ネクロ4で失踪しててさ。うん。まあまあ、そこそこの
アタックできるいいし、もし高校とかでなんかあの進化とかできるんだったらそれでもいけるしさ、次はベンジだから入れてたんだけど、もうあのそれで全滅させられたと思ったんだけど、いやネクロマンス増えたと思って、まあ、しかもネクロマンス4だから俺17ぐらい溜まったから余裕と思って、もう速攻であの使ってぶったたいて顔たたいてもう殺してあげて勝ったったで。まあ、あとはやっぱりあの、ね、メタルエンジェルとかニュートラルで、結構ネクロが有用で、それをまあ作ったり。いやでもネクロマンス難しいのがさ、ネクロマンスたくさん使うか小出しにして使っていくかっていうのがすげえバランス難しくてさ、で相手にわざと殺させるとか、こっちがわざとラストワード持ってるやつを突っ込ませて、わざとラストワードのやつ殺してラストワードの効果を適用させるとかもさ、なんかうまく使うのが結構難しいんだけど楽しくて、てかまあまあ結論から言うとシャドバ楽しいって話さ、楽しい。俺もスマホのアカウントを連携してカード3つ付けし、スマホでもやりてえもん。あんなにハマってんじゃん。もうね今ねドハマりしてるね。俺今日朝6時に起きて本当は実況やろうかと思ったんだけど、実況やるにはちょっと声もガラガラだし臭くなっちゃうからと思って、あの枠外で参戦やったんだけど2勝1敗だった。あのだから結構いいよ。じゃあそろそろ俺には勝てってくんの？いや俺正直ね今ねあの熊隊長とねやってね、ドヤ顔したいもん。勝ったね、勝ったわ。俺にはもう勝てそうって。ちょっとね勝てそう。てかねあのネクロマンサーさ、普通守護ってさあんまあのミノタウルスとか入れないと思うんだけど、入れない俺ね、あの熊隊長してて、ね、ミノタウルス1枚だけ入れてんだよ。そういうのもあるからね。今日それがあの効果的で、さっき言ったのもあった。場に4体出してんだけど1体ミノタウルスいて、あの守護持ちだからさ厄介でしょ。厄介。うん、それだってあのこっちさ顔叩きたいやつがいてさ、守護持ちいなかったらね、体力1で攻撃4だったから。あーいたね。 あれでしょ、何だったっけ、なんか何の効果もない。あ、それスケルトンなんとかだけど、俺のやつ違う、4、3かなんかだったんだけど、1回叩いてるから2減って4、1になったもんさ。それで次叩かれっかなと思ったんだけど、守護出したからあの2人殺さないと俺の4生きるから、あのお前の顔叩くよっていう、ちょっとあのあれになった。え、顔を優先的に叩いてる？あんま、いやそんなことない。やっぱフォロワー破壊重視？もちろんフォロワー破壊重視。あのいろいろもう俺もさちょっとガチになってきてるから、あのウィキ調べて、とりあえず場のやつをとりあえず殺しとけた。で、まあとりあえずフェアリーみたいな場に出してもいいような、本当に妖精さんぐらいやったら生かすんだけど、他のやつはもう殺す。あの兵士とかも殺しとく、とりあえず。ロイヤルは兵士プラスするしスキルか。ロイヤルはもう兵士強化もできる。できるでしょ。だから俺も兵士はもうとりあえず殺すね。フェアリーは生かす。フェアリーとスノーマンは生かす。それ以外だと殺す。まああとバンパイアで言うとコウモ。そんなバンパイアとかこともないから分かんないけど、とりあえずそういう無害なやつは生かしとく。けど超楽しいね、マジで楽しい。けどあのガチ勢ではない、俺は課金もしないし、デッキ構成も丸々パクるみたいなことは絶対しない。それは面白くないね。マジ面白くない。そんなことしたらほんとただの操り人形になっちゃうから、俺は本当に自分で見てデッキ構成、勝てない、不効率だし、ちょっと考え方やっぱ若干違うから、やっぱなんか理論上はさ、どっちかに寄せた方がバランスいいとかあるかもしれないけど、やっぱね、俺のさ、ロイヤルも、いわゆる、プロロイヤルと、ドレンジロイヤルっていう、まあ、中期戦か、序盤戦でしょみたいな、あるんだけど、そのさらに中間で、だよね、さらに後半でも戦えるように、なんか、バランス組んでるよ。俺もね、熊隊長のちょっと、あの、その、熊隊長イズムを受け継いでんのか、ネクロマンサーだったらさ、あのネクロマンスをもう序盤でパパパって使っていくっていうか、比較的軽いネクロマンス使っていくパターンとさ、重たいネクロマンス使っていくパターンあるじゃん。やっぱちょっと若干ね、俺的にはどうかわかんないけど、俺的には両方いけるような感じ。いやなんかね、俺も一回アグロロイヤル作ってみたんだけど、うん、そんなね、前半で殺せないのさ。うん、で7ターンまで行ったら
うん、もうリタイア押すしかないみたいな。面白くない？もう球数減るよね。やりがいなかない。てかさ、まず流行りもんってさ、対策されんだよ絶対。でミッドレンジにしてみたら、うん、今度はロイヤルのいいさ展開型ができなくて、うん、中途半端になっちゃうんだよね。そうそう、弱くなっちゃう、及び腰になっちゃうんだよね。あれ、これドラゴンの方がいい。あ、むしろ、あ、そうだね、ドラゴンの方がいい。てかドラゴン強い。ドラゴンね、あのこっちがネクロマンサー、ネクロマンスで温まってくる頃にはあっちね、お温まりになってる。めちゃくちゃ熱いドラゴン。上手い人超上手い。いや、ほんと上手い人のように強いやつ出しまくってくるし、ほんと上手い人はね、こっちのデッキ構成読んでくるね。俺がね、逆転でウルシフェルでちょっとあの回復させて進化で相手が…え？不作か。あの、なんか後半で結構デッキ構成的におかしかったのか、いや、おかしくないんだよ。あの、なんかね、コスト高いやつが手元にあって6、7、8、8、6とかだったんだよね。で、もうプルート2枚手元にあるとかだったんだ。で、もうね、全然ダメ。なんか、プルート2枚あったんだよ。なんか、相手のスキルで、あの、なんだっけ、相手の能力で選択できないっていうやつ。それでプルートあっても選択できないから、場にいちいち出ちゃって死んじゃったとか、もうカスだったね、マジで。相手しかもうまく読んでくるんだよ。こっちがコスト PP8 になった瞬間にそれ出してたから、やっぱうめえな。ランク高い人はうまいなと思って。超喋りすぎて、喉が通っちゃった。とりあえず、AVA 動画なんで、シャドバの話を。いや、そうなんだよ。だけどさ、そういうのも重要だよね。いや、あのさ、人生言っとくけどさ、自分の興味あることばっかりね、思っててもダメさ。なんかのきっかけで相手がこう楽しいよっていう熱を受けたことっていうのは絶対受け入れた方がね、人生にとってプラスだから。いや、だって俺それじゃないと熊隊長に、いやこれいいよマジいいよって言われたやつ大体こすってきちゃうんだよ。人生のもう25ぐらいまでは熊隊長に一個も聞かなかったよマジで。でも熊隊長の言うこと聞くようになってシャドバとかオンラインゲームなんて聞くようになかったし、やるようになったし、動画なんて撮るなんて全く無人も持ってなかったし、今撮ってるでしょ。さっき一人でロノですとか言って実況撮ったわけですよ。なんかやっぱ人の言うことって最初はぐらいだったらね、嫌でも飲み込んでやってるんだよ。あ、しかし角が激ハマりして面白いって、ロノさんは、いや、言ってた。だって俺、シャドバなんて、だって、事前登録の時から見てたしさ、カード見て、しかも、あの、やたらとダウンロードできない時期あって、もういいわ。ダウンロードできないし、めんどくさいこのゲーム。どうせカードゲームでしょと思って、もうアンインストールしようかなと思った時に、熊隊長が、超面白いよ、シャドバ。シャドバって何？シャドーバース。あの、8月22日に始まったやつですか。俺、インストールしてるよ。偉いね、から始まって、たまたまね、この前の休みにやってみたら、まあ最初やってみたというよりやっぱ強制でやらしてやらされてみたってやつ。やらされてみたっけ。まあ最初の6戦6連敗したけど、やっぱ面白いもんね。シャドバはおすすめだよ。声優も有名な人で、しかも上手いし、ね、で絵も綺麗だし、システムも多くるし、対応も早いっていうか、なんかアンバランスなとかすぐ修正してくるし、9月の中頃にアップデートしてさ、あのログインボーナスとかも実装されたりするわけでしょ。あ、そうなの。そうだよ、対策も早いしさ、だから結構いいよ。だったら俺切断でさ、うん、ポイント入らないね。俺もそれ思ってた。あったと思う。あの、最後勝ったんだ。うん、勝った瞬間切断されてさ、勝利に。いや、けどそれも対策されてんじゃない。いや、なんなかった。いや、けど俺昨日勝った瞬間に多分切断されたんだけど、相手の応答待ちですっていうので90秒だけ待ってくださいってなって、90秒経ったら勝利確定しますのでお待ちくださいみたいになってる。で、90秒待ってたら、いるでしょ。一体いるでしょ。いるよ。え、さっきさ、通信切れたってなって、通信切れて、なんと、勝ちになってなかった。うん、勝ちになってなかった。あ、マジで。うん、俺ん時は通信切れてないかもしんないけど、なんかリタイアでもないんだけど、なんか
相手の応答が出たら90秒お待ちくださいってなって、あ、ほんとで90秒待つかと思って別に実況してなかったんだけど、実況してるテンションでちょっと遊んでたんで、60秒経ったら勝利確定しました、おめでとうございます、 You win みたいな感じになって、いつも通りに、あ、あ、ほんと、いや、ほんと、じゃあまあ、タイミングの妙なのか何なのかじゃないか、多分すぐそれも対策してくるよ、このゲームだって俺熊隊長知らないかもしれないけど、結構ガチで有名な声優めっちゃ使ってるし、絵も綺麗だから絶対にね対策してくれるよ、そう信じてる、え、なに、え、なに、どういうこと、なんかマイナス情報、グラブルと同じ運命、まあ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 、最終的にはあの絞って絞って、うん、あ、いいよ、別に俺は別に勝ったら勝ちましたら終わる、だって俺1ヶ月前に神姫超楽しいぜっつってるけど、今神姫ログインボーナスだよシャドバばっかり、それでいいのさ、移り気なのさ、副隊員今何戦目、まだ2戦目、護衛の2戦目、うん、俺シャドバ実況していいじゃん、いいよ、あ、じゃあシャドバもうやるよ今から、いいよ、でもさ、これバラバラでいいのかって感じで、副隊員と部屋はちげえ、部屋はちげえわ、動画撮ってるのもちげえよ、部屋が違って動画撮ってるわ、俺もシャドバ始めて動画撮るまで最悪だよ、この前のは俺のシャドバのストーリーモードさ、俺のネクロマンサーのストーリーモードさ、熊隊長のそばズルズルめっちゃ入っててうざいんだけど、あれマジやめてほしいの、ミュートにせやと、せっかくのさ、いや食ってていいって聞いて、ミュートにしようかって言ったもん、作戦は失敗だ、ごめん聞いてなかった、いや大丈夫だよ、いやそれでもさ、そばズルズルはないわ、アムアムしろよ、納豆うどんだし、納豆うどんもそばも同じだって、ズルズルネチョネチョしてたもんだって、ご視聴ありがとうございました、ありがとうございました。